こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は個性別、男性がうっとりする女性の着物姿はこれというテーマでお伝えをしたいと思います。男性をうっとりさせる方法があるの？そんな着物姿があるの？と思いますよね。そうなんです。相手の男性の個性に合わせてこんな着物姿が喜ばれますよということを、今日のこの内容で、この動画の中でお伝えをしたいと思います。この動画を最後まで見ていただきますと、あなたの着物姿を見ていただきたい男性の方にとって好感度高い着物姿を作っていただくことができます。そんな内容でお伝えをしたいと思います。職場の上司の方、あるいは同僚の方、ご主人様、ボーイフレンド、いろんな相手がいますね。あるいは息子さんっていうこともありますよね。息子さんがお母さんの着物姿に対してあれこれ言うのっていうことがあると思うんですけれども、それはなぜなのか。息子さんの個性はこの個性だからこういうふうに思うのねっていうことが分かっていただけるのではないかと思います。さて、個性別に申し上げましょう。6個の個性がありますね。6個の個性申し上げます。ピンク、赤、紫、茶色、白、青という6個の個性があります。それぞれの個性の男性たちはどんな着物姿の女性が好きなんでしょうか。まずピンクの個性からいきますよ。ピンクの個性というのは男性も女性もそうなんですけれども、愛情深い可愛いものが好きなんですね。ですからそんな男の方というのはやっぱり愛くるしい着物姿というのが大好きなんです。それから可愛いということなので、強いとか、それからシャキッとしてるとか、かっこいいとか、おしゃれっていうのはブー。そんなの求めてないんです。かわいい着物姿です。かわいい着物姿って、どこかちょっときちんとした着付けじゃなくても大丈夫。かわいさの中にきちんとしたとか、しっかりしたとか、できるとか、それから強いとかってないんですね。かわいさっていうのは、ちょっとこうデレッとしてたり、なんか余裕、隙間がある。僕がしっかりしてあげなくちゃダメだなって思われるような着物姿なんですね。それを色と柄と色数と素材で作っていってください。ですからピンクとか黄色とかっていう色はとてもそういう色として向いているので、可愛い、温かい、優しい色ですよね。そんな色を使っていただきたいですし、それから無地ではないですね。今日私無地の着物を着ていますけども、無地よりも柄物がいいと思います。柄物の着物や帯を使って優しくソフトな着姿を作ってください。その時の柄は大きなものとか流れるようなラインとかではなくて、小さいこう詰まった水玉ドット模様とか小さい動物柄っていうような可愛い柄がある着物姿を着ていらしたら、ピンクの個性の男性に好感度が高いと思います。次ですね、赤い個性の男性です。赤い個性というのはやっぱりこう強いものが好きですね。で、自分のもう好き嫌いははっきりしているんです。で、そんな赤い個性の強いリーダーシップを持つような男性というのは、やはり強い女性に惹かれます。それから可愛い女性にも惹かれるんですね。なので強い女性を表現するためには、色として赤とか黒とかっていう色は最適なので、そんな色を身につけてください。それから柄はあんまり多くなくていいんです。柄はもう無地でもいいですね。あんまり複雑なものではない方がいいですし、それよりもこう強さが感じられる、はっきりしている、すっきりしている、パンチがあるような色や柄を身につけてください。そうするとあれいいなって思われますよ。ダメなものは優しいとか弱いとか薄いっていうものはダメです。次に紫の個性ですね。紫の個性って普通なんです。普通なんです。オールマイティーなんです。で、そんなオールマイティーの紫の個性の男性は何に惹かれるかっていうと、ちょっと変わったものに惹かれますよ。ちょっと変わったもの、じゃあちょっと変わった着姿にするかしらって言っても難しいですよね、そんなのね。ですからありのままで結構ですけれども、少し花柄とかを
帯に入れるなどして華やかに明るく元気な着姿になさってください。その時に使う色はピンクや赤や黒ではない色です。そうなると残る色少ないんですね。消去法ですね。紫や緑、青、そしてグレーというような色、今日私そんな色ですね、そんな色を使ってで、その中に華やかさを出したコーディネートになさってください。そうすると紫の個性の方に好感度が高いですね。明るく元気なコーディネートで成立させてください。弱いはダメ、強すぎるもダメ、小さすぎるもダメ、大きすぎるもダメ、普通です。普通の大きさ、普通の色、普通の色というのは薄すぎず、それから強すぎずっていうような色合いですね。それから暗くて汚い色はお似合いです。黒とか焦げ茶っていうような一色ではなくて、いろんな色を混ぜたような汚い色あるんですけども、そういうものを身につけて、それがかっこよく見えるような、素敵に見えるような着姿を作ることができたら、その紫の個性の方に対して好感度は高いと思います。次に白い個性です。白い個性の男性というのはおしゃれですよね。それから流行に乗っていますよね。で、そういう男性というのは古いものは嫌いなんです。新しいものが好き、それからやっぱり流行の最先端のようなものが好きなんですね。ですから身につけるものはアンティークでもいいし、リサイクル品でもいいんですけども、こう綺麗に見える、古く見えないような着姿を作ってください。そしてすっきりした着姿にしてください。柄がたくさんある複雑なものではなくてシンプルでいいです。シンプルで、ユニクロのシンプルユニクロみたいなシンプルさでいいんですけれども、それをすっきり着こなした着姿になさってください。そういう着姿が白い個性の男性は好きなんですね。次に青い個性です。青い個性の男性というのは穏やかで上品ですね。紳士的ですね。そして安定感があって安心して信頼できるなーっていう男性たちですよね。そういう男性が好むのはやはり安定感のある女性の着姿なんです。ですから派手はダメ、派手な明るいピンクとか華やかな花柄とかダメです。もっと落ち着いた無地っぽい色の帯とかっていうことで、色数少なく、そして柄も少なく、穏やかにしてください。で、そのことで安心感と信頼感を彼から得ることができます。その彼は息子さんかもしれません、ご主人かもしれません、職場の上司かもしれません、サークルの仲間の男友達かもしれません、あるいは今度仕事でお会いするどこかの関係先の会社の方かもしれませんが、そんな着姿がその男性たちはうっとり素敵ねと思うんですね。青い個性の男性の場合はエドコモンもおすすめです。エドコモンはその青い個性の男性に好感度が高いです。それから白い個性の男性にはすっきりしたシマオメシのようなものは好感度が高いです。それから茶色の個性の男性には結城紬もそんなお高いないものもありますので、結城紬のようなこうモワモワっとした複雑な呼吸感を感じさせるような紬ありますよね。紬です。紬っていうだけでそれなーにということで、ものづくりを連想させるので話がしやすい、相手が興味を持つですね。それから紫の個性の方の場合は普通なので普通で結構です。普通というのは艶が高くなく、それから暗くない普通の艶感とか、それから柄が大きすぎず小さすぎず普通サイズの柄の大きさとかっていうような意味ですね。そんなお着物があれば小紋でも紬でも大丈夫です。それから赤い個性の方というのはもう素材感とか柄っていうよりも強さで来るので、強さがある色、強さがある柄のものをお召しください。そしたら彼はあなたに注目します。そしてピンクの個性の方は小さい柄がたくさん入ったコモンがいいですね。コモンは柄が楽しいですし、小さいたくさんの柄を入れることができるので、そんなコモンがよろしいのではないかなと思います。今日はおしゃれ着の中で各6個の個性に合う
着姿の内容とそれからお着物をお伝えいたしました。皆様の着物ライフの中で実践なさってみて、その成果をお教えください。自分の着姿が似合うものがわからないとかっていうようなことをお聞きすることがありますけれども、似合うというのは周りの方が見てもあなたこれが似合うわよっていうのはみんな違うというふうに申し上げましたね。それは周りの方たちと個性が違うからなんです。じゃあこの男性に私の着姿がいいと思ってもらう場合には、やはり相手の方の個性に合わせた着姿にする必要がありますよね。ですから今申し上げたようなことを意識なさって自分の着物姿を作っていってみてください。ただ自分の着物姿が相手が求める着姿と大きく違う場合は、少しその要素を取り入れてみてください。例えば私が赤の個性の男性をうっとりさせたいときは、少し華やかな、はっきりした強い色のものを身につけます。それから白い個性の男性の場合は、あんまり複雑ではない白っぽい縞帯を着たいと思います。というふうにして相手に対しても着姿を変えていくということが効果的な着姿を作るということになります。それから男性からうっとりされる着物姿ということになりますね。ぜひ活用なさってください。今日の内容はいかがでしたでしょうか。個性別、男性がうっとりする女性の着物姿をお伝えいたしました。皆様のご意見やご感想をお寄せください。それからご質問もお受けしております。さて今日の着物クイズです。男性がうっとりする女性の着物姿というのは、男性の個性によって違う。男性がうっとりする女性の着物姿というのは、男性の個性によって違う。丸か×か、どちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。